広報小田原、この時間は11月27日に開催が予定されています第7回梅子祭りのお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは実行委員会委員長の堤千恵子さん、そして実行委員の梅田恵理子さんです。よろしくお願いいたします。はい、堤です。梅田です。よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、小田原市民交流センター梅子の会議室の一室をお借りしています。こちらの小田原市民交流センター梅子なんですけれども、改めましてどんな施設なのか梅田さん教えてください。はい、小田原市民交流センター梅子は市民の方や市民活動団体、事業者など様々な方が交流連携する施設です。つながるをコンセプトとして、つながるを生み出すきっかけの場から行動を社会貢献につなげ、実現の場となることを目指しています。どなたでもいつでも利用できる交流エリアと、登録団体が予約制で利用できる活動エリアの無料スペースがあります。またこちらは有料になりますが、11の会議室があり、各種会議やイベントなどに目的人数に合わせてご利用いただけます。はい、そして第7回梅子祭りが今年は11月27日日曜日に開催されるということなんですけれども、堤さん、この梅子祭りどのようなイベントなのか教えてください。はい、梅子祭りは小田原で活動している市民活動団体のお祭りです。団体の活動を市民の皆さんに紹介することと、団体同士の交流をすることを目的としています。毎年11月に開催しています。今回で7回目になります。主催者は梅子で、主幹は梅子祭り実行委員会です。さまざまな分野で市民活動を行っているメンバーが集まり、企画運営をしています。市民活動は、町を良くするために、市民が自発的に行う活動です。市民活動と一言に言ってもいろいろな分野があります。環境、防災、福祉、子育て、文化芸術などバラエティに富んでいます。今回の梅子祭りには約80団体という多くの団体が参加しています。この中には皆さんが興味を持つ活動がきっとあると思います。ぜひこの機会にさまざまな市民活動を知ってもらいたいと思っています。それではですね、今回の梅子祭りの見どころを教えてください。今回の梅子祭りは会場でイベント開催します。梅子に来て皆さんがお楽しみいただける内容をたくさんご用意しています。これまで梅子祭りはコロナ禍でも歩みを止めずに、一昨年はオンラインのみ、昨年はオンラインと、会場でのハイブリッドで開催してきました。まだまだ、コロナが心配されますので、これまでの経験を生かし感染対策を十分に取ります。どうぞ安心してお出かけください。そして今回のテーマはみんなが主役、今日の出会いは明日の笑顔です。会場でたくさんの人と活動に出会って明日からの活力としてください。また今年は梅子の会場に笑顔の木を設置します。このような木をですね、置きまして、ぜひ会場にいらしてメッセージを書いて木に花を咲かせてください。笑顔の木は福笑いになっています。小さなお子さんにもきっと楽しんでいただけると思います。あら、笑顔の木素敵ですね。はい、ね、これまでも本当に試行錯誤をして梅子祭りを続けられてきましたけれども、今回は昨年と違いまして、この会場のみ、コロナ禍前と同じように会場でのみのイベントということなんですけれども、その会場での行われるイベントについて詳しく教えてください。はい、
今年は梅子の会場で11月27日のみ1日のみの開催です。時間は午前10時から午後3時までになります。昨年よりも始まりの時間が1時間早いので気をつけてください。イベントの内容は展示、物品販売、体験、講座、パフォーマンスと盛りだくさんです。今年はスタンプラリーも復活します。40を超えるブースを設けて団体の活動を紹介する展示を行うほか、ソープカービングの作品やキーホルダー、ブローチ、小物入れなどの手作り品、無農薬みかん、野菜の販売などを行います。体験ブースでは竹細工、どんぐりクラフト、尻尾まり作り、ヨーヨーや日本舞踊体験もあります。パフォーマンスでは2箇所のステージで尺八、大正琴と、ハーモニカ、弦楽演奏、日本舞踊や居合道、太極拳の演舞、ウイロウリの口上などでもたくさんあります。その他に、団体が作成したポスターの展示や先ほどお話しした、笑顔の木の企画もあります。はいね、今年はかなり内容盛りだくさんで賑やかになりそうですね。はい、開催が楽しみですよね。さあ、それでですね、今年は梅子祭りまで のカウントダウンというのをしようと思いまして、それは、梅子のホームページの中の、Facebook で行います。はい、参加団体の皆さんが活動紹介を交えながら、ビデオで登場します。熱く盛り上がる、この思いをですね、感じていただけたらと思います。そして当日はぜひぜひ、梅子にお越しください。はいね、行く前から皆さんで盛り上がっていきたいですね。ドキドキしてきた、ドキドキしてきた。さあ、この時間は11月27日日曜日に開催されます第7回梅子祭りについてお知らせしました。本当にね、盛りだくさんの内容に、コロナ禍に負けないぞっていう皆さんの気持ちが伝わってくるようですね。そしてまた当日はぜひ多くの方にね、お越しいただいて、はい、この気持ちを共有していただけるといいですね。広報だわら、この時間は第7回梅子祭り開催のお知らせをお送りしました。堤さん、梅田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。広報だわら、この時間は小田原城天守閣で開催されています特別展についてご紹介します。お話を伺いしますのは小田原城天守閣の学芸員岡さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日はですね、小田原城天守閣の4階にやってまいりました。こちらの会場では12月4日まで、特別公開行われています。今回は酒呑童子絵言葉展が開催中ということなんですけれども、こちらの展覧会はどんな内容なんでしょうか。はい、名前の通り、天守閣が所蔵してます酒呑童子絵言葉、絵巻物なんですけれども、こちらを紹介する展示を行っています。酒呑童子と言いますとパッと思いつくのが坂田の金時ですね。そうですね、はい。その酒呑童子と戦う、源頼光、その家来のですね、酒呑童の一人に数えられているといいますかね、関係づけられているところが出てきますね。なぜ今この展示会を行うんでしょうか。でこの絵巻なんですけれど、もともと原本がありまして、でそちらを作らせたのがこの小田原城を拠点にして、勢力を伸ばした小田原の北条氏、その2代目の宇治綱という人が作らせています。で、ちょうどですね、その宇治綱はまだ伊勢を名乗っていた頃、これから北条を名乗るという段階なんですけど、中央の、最新の文化をどんどん積極的に取り入れようとしてまして、で宇治綱が、絵は、加納元信という、加納派の祖に、2代目ですかね、それから言葉書きといって、物語の説明を書いてある文章を、元の関白の小野久道さんとか、当時の一流の文化人たちにお願いをして作る
ですけれど、それを作らせたのが、西暦というと1522年ということで、今からちょうど500年前にあたります。まあ、そんなことで、500年を期して、で、その北条氏がですね、いろんな積極的に文化を取り入れたりしているということをですね、ご紹介できればということで、そういった一端を紹介という趣旨で展示を行っているものになります。こちらね、今回天守閣の4階、このフロアを全て使っての、特別公開ということなんですけれども、今回のこの展覧会の見どころを教えてください。で、本来は原本がありまして、そちらは国の重要文化財になっている、非常に優れたものなんですね。ただその実物はちょっとこの施設ではなかなか展示ができないのありまして、で、ただその作品がもともと優れたものなので、戦国時代以降ですね、江戸時代もいろんな人が写しているんですね。で、各地にそういった写しがあるんですけれども、そういった写しの一つを今回、使ってご紹介ということにしたいと思ってるんですけれど、何回か写しは重ねられてると思うんですが、構図ですとか、それから言葉書きの文章なんかもですね、非常に原本の様子を非常に忠実にこう再現しようと努力している跡が見られるということで、原本ほどの迫力にはちょっと欠けるとは思いますけれども、忠実に写しているというところ、それから、絵巻ですと非常に長大なんです。上中下3巻あるんですけど、全部で足すと65メーター近くなる、すごいですね、長大なもので、だいたいこういった展示その一部しかいつもご紹介できないんですけど、今回この1点だけを取り上げるということで、一応それでも3回に分けさせていただくんですが、会期が3つに分かれてるんですね。その形で、隅から隅まで全部こう展示をさせていただこうと思ってますので、こういった機会になかなか全容を見るっていうことがないかと思うので、そういうところも含めてご覧いただけるといいかなというふうに思ってます。ちなみにこの絵言葉、当時はどういう人向けに作られたものなんですか？そうですね、もともと当初作った形でいくと、そういった戦国の大名家がですね、中で楽しむようなものだったとは思うんです。ちょっとこの内容、多少勇ましい内容ではあるんですけど、当時の雅な宮中の様子なんかも出てきたりとか、あとは安倍の生命が出てきたりとか、英雄の源の来光が出てきたりという中で、女性たちにも、ある程度見てもらえるような内容ですので、ですからおそらくなんですけど、この言葉書きを書いた、久通という人の娘を氏綱の後々継子として奥さんとしてまた迎えることになったりするので、そういった女性たちなんかの間でもよく見られたりしたものじゃないかなと思うんです。それが、だんだん写しが広がっていくと、多くの人たちがまた見られるようになっていくと思うんですけれども、そういうものでしょうかね。今回の特別公開、かなりね、しっかりと展示されてますので、皆さんにゆっくりとご覧いただきたいですね。ですね。この時間は12月4日まで小田原城天守閣で開催されています特別公開についてお知らせしました。岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。